長谷川博樹、アンチヒーローは謎を一気に回収する、集中型繋がった時の快感は、ビバント以上か。長谷川博己、47、主演の日曜劇場、アンチヒーロー TBSK、毎週夜9時の第6話が、5月19日に放送される。12日放送の第5話の平均世帯視聴率は、前回から0.8ポイント増の10.1%と、再び2桁に戻して好調。 複数の謎が繋がり始め、視聴者の考察も盛り上がってきた。同ドラマは、たとえ犯罪者である証拠が100%揃っていても無罪を勝ち取る、アンチな弁護士名簿正木、秋澄正木、長谷川、が、視聴者に正義の反対は、本当に悪なのだろうか。と問いかけるリーガルドラマ。序盤は名簿の意図が今一つ見えなかったが、ここに来て、ようやく全体像が見えてきた。 第5話は、名簿の後輩弁護士、赤峰、北村匠26、が、連続不動異性交被害事件の3人目の被害者である仙道り、早見明かり29を偶然を装って喫茶店に誘い、仙道の訴えだけは、でっちあげったと主張。さらに、名簿がうの弁護士、和田総工47、と事件の証拠について話をしている動画を見せ、仙道の証言を揺さぶろうとする。 一方、同じく名木の後輩弁護士、篠宮、堀田真由、十六は父、倉田刑事部長、藤木直人、五十一と会いに実家へ。十二年前の糸井一家殺人事件について等が、倉田は何があったのか教えてくれない。紫の宮は、不正をしてまで守りたいものって何と詰め寄ったが、後日、答えをもらう前に、倉田は虚偽告訴法助などの容疑で逮捕され、という展開。 ラストでは、町工場殺人事件で名木が無罪にした日山、岩田隆則、三十五課再登場。X、旧ツイッター、上では、十二年前に清水さんと金を横領したもう一人が、殺された町工場の萩社長、という町工場社長殺人事件と過去の冤罪事件がつながっていることや、予告編で名木が、あいつの闇をぶり出すと言ってたけど、あいつとは伊達原のこと、など、伊達原賢治生。 野村萬斎、58、ガラスボスなのではないかという様々な考察が寄せられている。